比較的温和な場所ではありますが、うわ見てほんでここの切り込みえぐいな、うわなんかやってもうてる、もうすでに。どうしよう、あかん、もうありゃ、うん、バイ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 。最短のヤニクラ10人やったな。次や、ね、買うってことができた。あ、ここはここもまた比較的良さそうな、良さげな。うわ、あこにほんで、俺の見たことない動物いる。ここはいけるんじゃないでしょうか。しかも見晴らしも良い。この丘の上からのスタートということで、これからの見通しも効きそうですし、そして風通しも何より良さそう。そんな私たちが、ここで自分の命通していきましょうよ。ヌードゥーヌードゥーヌードゥーヌー。俺としては、もうあれやから、ハクちゃんの分まで今日は、やっぱ戦う？やっぱエールな。だからこう守りがちやったよね。ちょっとやっぱハクちゃんがあって、こう、負けない、死なないみたいな、そういう、くじけないみたいな。頑固ちゃんみたいなところがちょっと出てたでしょう。やっぱその気持ちが今、姿勢が逆にハクちゃんを俺は見殺しにしてしまったところあるんじゃないかな。そう捉えると、俺はハクちゃんのためにもやっぱこの勝ちに行く戦いを見せなきゃならないな。ちょっとまたハクちゃんをで、運命の最終的にハクちゃんとエンダードラゴン倒すから俺それだけ俺マストにしていい。ごめんやけど、それごめん、貸すわ俺に。これ言うてな、もうエンダードラゴンのために必要なもののピックアップ一つとして絶対にみんな忘れんといてな、ハグちゃんのことは。あ、木？いや、いいか。石取ろう、さっき石取ろう。石取って、あの上行って、で、あの上にいる何かを、ちょっと、あれしに行くわ。これちょっと一回見ていい？おわ、ほら、見て！あ、ここええやん！ここ家でええやん、ええやん、ええやん、ええやん。ちょうどええわ。ほら、こいつ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 、何これ。だいぶ、だいぶ生きたって感じするんだけど、こいつなんか、ちょっとこいつらの住んでる世界を、うわーって言うんだけど、ね、こいつ、ちょっと聞いといて、うわーって言うで、なんか言わへんなった。ここは、うわ、ここ見て、なんか、あれちょっと待って、あれちょっと一手間加えていい？こうしてこれ、アメーンってことですわ、これ自然なアメーン、自然が織りなしたアメーン、これ。一回こいつでベッド作れるかどうか試してみていい？試してみるっていうか、倒してみていい？こいつよし。え、何も出へんってことある？嘘だ。たまたま、おおお、どうしたどうした、おお、どうしたどうした、お前。え、何も出へんのこいつ。ただの、お前、ただの虐殺やん、俺。え、ナチスみたいになってるやん、俺。やめてや、そんなん。なんかまるであれ、あの上見て。あら、かわいい、ほら。お、キツネやん。キツネおるやん、ほら。だいぶなんか、お前、下顎えぐいな、お前の。早っ、ほんでこいつ。逃げおんねんけど。え、でも羊絶対いるよな。いや、そんなことしてる場合じゃないってこれ、羊絶対いるよな。夜来るもんな、言うてる前に。ちょ、もう向こう歩くわ。今のうちに行っとかんと。この1日目結構大事やから。あこじゃないねんな。あの上でもいいな。あの上に住んでもいいな。こいつ俺雇いたいな、ほな。雇うとか言うてるけども。まあやっぱこの世の中ってこう、使うか使われるかやからな、結局な、みんな。狼は骨で飼い犬に、あ、待って、骨をあげればいいの。骨なんか俺手に入れたことあんな。羊がどうしても欲しい。これハクちゃんの方向ちゃうよな、これ。これハクちゃん関係ないよな。これちょっと遠すぎるな、行ってるとこ遠すぎるな。狼がいるエリアにいときたいところもあるから。あ、魚からも取れんの、それ行く。ちょっと待ってな。ほんならみんなってこう一回行ったとこ覚えてるタイプか。お、昔は覚えてたけど、今全然覚える。あ、あったあった。オオカミはハクちゃんちゃうよ。オオカミは白、あれ、白子ちゃうな。ガロー急に、かなり中二病臭い名前だったけど。ガローやで。うわ、取れへんかったんちゃう。うわ、取れへんかった。やばい、死ぬ。もう死ねる。
いやこれちょっと待てよ、いや今日山や、ある意味、ある意味で今日山やぞこれ、この一日山やぞ、山い。ん？なんか面白いこと今思いついた気するぞ俺。これさ、ほんだらもうこれ寄ってこれへんってことない？これで寄ってこれへんよな、もうここ、この境目、これで、ちょっと待って、寄る、うわーきついな。いやでもこれでしのご、じゃ羊探しに行くのもありやけど、ちょ次の日は何かし、じゃ俺狼を取りたいから魚は取るわ、魚を取る、ほんで照明を作る、で他はベッドやな、この3つしよう、まずこの3つしよう。ほんでやっぱりこう切り込みに入っていくのは装備が必要やから、その過程で鉄装備にしてから下行こう、もうそれで行こう、少なからず盾作ろう。今スケルトン倒しに行ったらって、お前ようそんなこと言うな、ようそんなこと言いよな。あ、骨出るよってか、あーなるほど、いやじゃあ分かったあるけど、じゃあ分かったあるけどやけど、それはそんな、なんかかなり一か八かのアグレッシブなこと言うてるけどな、これこんなにあんねんけど、これなんかほらこれほらなんか切った後の爪みたいなやつ、切った後の爪と靴、やっぱここはおしゃれなんやな、やっぱな、おしゃれが勝つんよな結局な。ハンバーガーみたいになってんけど、なんか俺今ハンバーガーみたいになってる、血色の悪いハンバーガーできました、ほらいいやん、新発売やな。過去におるか、一生ワンアクションかけてみる、いや開けすぎここ、いや開けすぎ、いやいやお前、うわか、エヴァ8みたいな使い方してくる、こいつ、うわエヴァ8みたいな使い方してくるこいつ、ユミよ、それはないわ。これ終わる日来んの、これ次13 14やんな、終わる日来るん、これあんな近距離で来るか、いや強いって、ほんで強い、やっぱだから装備、うわ綺麗、ほんで毎度、あ俺馬欲しいわ、え馬欲しない、願ったりかなったりかも、ほんでこれ見て、夜明けぜよやん、ここ絶対羊いる、ほんで俺のイメージでは絶対ここに羊出てくるから、これでほんまにはっきりもうビシッと決めさせてみせます、すいません、もうやること決まってるからまず聞いとるわ。そうだ、クソでかいキノコ、あれマリオ、これだからマリオの世界もう初めてなんちゃう、マリオの世界とかあんのかな、あっちはあっちでさ、ほらなんかあこにめちゃめちゃでかいキノコあってさ、一回聞いとっていい、よし、めちゃめちゃ早い、見てめちゃめちゃ早いんだけどめちゃめちゃ手だれてない、なんか手だれてるやろ、手慣れてるっていうか、アホお前、ここのこのワールド作った数だけで言うたらほんま人並み外れて多いかもよ俺、マジで自信あるもん、喋りながらできるもん、もうここはこの初心者なんとかなんとかみたいな、この企画8日目ともなればもうみんなもう話すことないから、大体のレシピも知ってしもうって、ほんで俺そうやねやろな、もうエンダーマン出てきてもびっくり一つせえへんなんねやろな、みんなそんなもんよ。えこれ食べれる、こいつこれ食べれへんよな、うわ茶色ある、え何これ、え何これ、何も出へん、あら綺麗な、なんか元気玉みたいな、ちっちゃい元気玉手に入れました僕今、フランスギクやって、フランスにも効くって生えねんな、こいつほら見て、だいぶファストファッションや、ほらファストファッションのお上手な方いらっしゃるわ、よし殺そう、死ね、よし、なんか色とりどりやな、あちっちゃいのいるわ、ちっちゃいのだけお前だけは見逃す、うわ出た、核や、ほら核の世界や、
これどうしようかな。こう書くなんか意味あんの？書くって一番不必要なバイオームじゃん。書くバイオーム。なんかいいことがここにしか生えへんなんかとかあんの？これ初心者マーク？初心者マークもうとく？一発。一発初心者マークもうとくわ。もうゴロゴロ言うてんねん、ほんとにここ書く。さすが書く。書く、なんなん書くって、ダイヤ確実に取れるらしいの？マジで言うてんの？書く？魔女の家があんねんて。嘘やん、魔女の家あんの？マジで？ 16 で修行に出た後の魔女？楽しみやな。ほんとあれちゃう？あのあたりちゃうあれ。あのあたりなんか、バー倒しまったら、関戸が出てくるとかそんなない？そういう。